ENHYPEN が5月13日にダークムーンスペシャルアルバム MEMORABILIA をリリースすることが決定した。MEMORABILIA は ENHYPEN とダークムーンシリーズの両方を貫くテーマである運命的な愛、ヴァンパイアとしての存在的な悩みなどを音楽で表現したアルバムだ。MEMORABILIA が思い出の品、記念品という意味を持つ単語ということもあり、ENGENE、ENHYPEN のファンダム名と、ダークムーンシリーズの読者全員にとって意味のあるアルバムになると期待される。ダークムーンシリーズは ENHYPEN とコラボレーションした HYBE オリジナルストーリーで、グローバルで絶大な人気を誇るウェブトゥーン作品だ。ENHYPEN は、ダークムーンと叙事の流れを共有するアルバムストーリーで人気を集めている。二つの IP は、MEMORABILIA を通じて互いに異なる産業を連結し、エンターテインメントの新しい方向性を提示し、ネクストエンターテインメントをリードしている。MEMORABILIA リリース決定のニュースに先立ち、ダークムーンは26日と28日、それぞれ公式 SNS を通じて作品の中に登場する企業であるベッセルソフトのアース電話番号とウェブサイトを公開した。アースでは音源の一部と発売日に関するヒントが公開され、ウェブサイトではアルバム名を推測できる手がかりが垣間見え、ファンの好奇心を増幅させた。一方、ワールドツアー、ENHYPEN ワールドトゥールコートフェートプラスコートインユー .s.お観光中の ENHYPEN は29日、タコマドームで現地のファンと出会う。今年3月に新作シリーズを発表したダークムーンは毎週土曜日午後10時に Webtoon、バンフィールドの子供たち by ダークムーンを連載しており、日本では LINE 漫画で読むことができる27日には、黒の月、バルグの地、前編が公開された。